石見川は、タデカイヌタデ族の鶴生の一年草。和名には、岩見川、石見川、石見川の字が当てられ、それぞれの言われが伝えられるが、いずれが本来の語源かはっきりしない。官名は、譲りはいた滝。東アジアに広く分布し、日本では、北海道から沖縄まで全国で見られる一年草。林園、川原、道端。 急行電などの日当たりが、よく、やや湿り気のある土地に生える。茎の長さは1から2メートルに達し、鶴状。葉は五生使用平は長く葉の裏側につく。葉の形は三角形で淡い緑色で、表面に白い子を吹いたようになっている。さらに丸い卓葉が完全に茎を囲んでおり、まるでお皿の真ん中を茎が突き抜けたようになっているのが、ユニークである。 他の種にも類似した卓葉があるが、この種では特に大きいためによく目立つ。茎と傭兵には多数の下向きの鋭い棘が生える。7から10月に薄緑色の花が淡水状に咲く。花後につく5ミリメートルほどの果実は熟して鮮やかな藍色となり、丸い皿状の包容に盛られたような外観となる。この藍色に見えるのは実際には厚みを増し、 多肉化した額で、それに包まれて、中には、艶のある黒色の硬い痩せ花がある。つまり、真の果実は、痩せ果てなのだが、付属する器官も含めた、散布体全体としては、鳥などについばまれて、種子散布が起こる小化のような形態をとっていることになる。中国では全僧を乾かして、下熱、下痢止め、利尿などに効く木薬として利用する。 ツル状の茎に生えた逆座子を引っ掛けながら、他の植物を乗り越えて葉を茂らせる雑草でもあり、特に東アジアから移入されて近年その分布が広がりつつある北アメリカでは、その生育旺盛な様子からマイルゲー、ミニットウィード、あるいは葉の形の連想から、デビルズテールティアサムなどと呼ばれ、危険な外来植物として警戒されている。ありがとうございます。